え皆さん、えー、こんこにちは。今回何かしら言及させていただきたいかというと今日は4月の1日ですね令和4年西暦2022年の4月の1日ということで、えー、タイに関してちょっと今回言及させていただきたいんだけど、えー、タイということでね、今までまあ出発前の PCR 検査っていうのが必要だったんだけど 今日四月一日到着分から出発前の PCR 検査が不要になりました。まあこれはね、ナシダ大使などもまあツイッターでね流していたことなんですけど。 えーまあ、いくつかこれあります、えー、ただまあね、えー、その後にいろいろ継続しなければならないことがあるんだけど、まあ、4月の1日以降到着分ということで、えー、3つの、ね、方法がありますね、タイに入国する際、これは一つとしては隔離免除入国、多分皆さん多くの方、この隔離免除入国されていると思うんです、そして2番目としたサンドボックスのプログラム、そして3番目は通常の入国です。こののの通常の入国っていうのは ワクチン接種を打ってない方が大体まあこれで、ねえー、なんだけど、まあ、そこに関しては結構な規制があるということです。なのでまあ大体海外行かれる方はワクチン接種されていると思うんだけど、えー、その中でえいずれにしても事前の渡航手続きとしては出発7日前までにタイランドパスの申請ですねタイランドパスの申請ということで申請した後に承認後に発行される QR コードを渡航前に提示する形です。 で、えー、隔離免除に関してもねサンドボックスに関しても、えー、ワクチンが必要ですね、完全接種ということでねで、えー、通常の入国に関してはこれワクチン接種を有無を問わない、えー、ですでその場合ね、ね隔離経疫の、えー、期間としては通常の入国の場合これワクチン接種してい5日間ですね。ねで えー、サンドボックスプログラムっていうのが対象エリア内に5日間で多分多くの方がこの隔離免除入国されると思うんだけど隔離免除入国の場合ワクチン2回接種して最低2回ね、うんで,えー、でもこれからもしかしたら3回と言ってくる可能性があるのでできれば3回目打った方がいいんじゃないかなって感じはします3回打たれた方はすでにもうその申請ね、ワクチンパスのデジタルの方でもね、紙でも両方申請して取っておくといいかなって感じがします。 で、えー、この、えー、隔離免除、えー、入国ってはまあ隔離が免除されその4.1のごとくですね。で宿泊に関しては、えー、それぞれまあ例えばまあ隔離免除入国に関しては SHA エクストラプラスホテルの到着1日目の車内済み予約確認書,この予約確認書、ね、ホテルバウチャーが必要になってくるので、えー、これに関してはねぜひまあ用意していただく形です。あああとははここれはどののの入国のまあえーでもあの 同じなんですけど旅行保険ですね。海外旅行保険ということで、万が一これ、海外でね、例えばコロナかかってしまった場合、入院してね、結構なお金かかります。これが新型コロナ治療費をカバーする最低2万ドル、2万 US ドル以上ね。この2万 US ドルって今のレートで言うと127円だから、まあ300万円ぐらい最低しよというってことですね。まあできれば、これ、どれだけの費用がかかるかわからないので、 えー、カードの保険だとね上限って決まってるじゃないですか、あの治療救援費用のね。できれば、その海外、えー、旅行障害保険で治療、えー、救援費用は無制限のプランに、ね、入っていただければなって感じはします。でえー、出発前の、まあ、検査に関しては先ほどお伝えさせていただいたとおり、4月1日、えー、到着分から出発前の PCR 検査は不要になります。たただまあ入国した後ににね一応まあ到着日に RT の PCR 検査ですね。これが使用なの5日目に ATK の検査キットで自己検査ですね、はいえー。これが例えば通常入国だったら4、5日目に RT の PCR 検査となるわけだけど、ということです。なので、今後ね、今段階的に えー、入国の規制が、ね、緩くなってきてきますこれはだん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 世界各地が緩くなってきて元の世界に戻ってくるなって感じはするんだけど、いずれにしても、えー、しばらくの間はワクチン接種が、えー、もちろんワクチンパスが持ってないとなかなかやっぱりそういうい制限を受けるということなので、まあ、多くの方、海外好きな方多いのでね、ねワクチン2回以上、3回打たれている方いらっしゃると思うんだけど、今これ2回なのがこれ3回になってくる可能性あるからね。私はもちちろん3回打ちましたししたそれに関して、えー 紙の方はすでに取得しており、あとは j s t ルの方もマイナンバーをもらってからね取得する予定です。はいえー、ということで、まあ今年の下半期以降は、徐々にもっともっとねこれが緩和されていくののもとも、世界が戻ってくるんだなって感じはします。 えー、タイということでね、私はかつて駐在していたところですけど、えー、多くの方がタイにまだ行かないんですかっていう、ね、意見もありますけどね、私も早く行きたいんだけどね、えー、ちょっといろんな招致状があって、いろんなところで招致状があって、なかなかちょっと行けないのがあるんだけど、下半期には必ず出ますので、えー、その中でね、楽しみにしていただければと思います。タイに関しては、バンコク、久々に行って、えー、そこからプーケットとかパタヤ、ホアヒン、チェンマイ、チェンライ、クン・ユアム、メンホーソン、えー、パーイ、 えー、そして暗ブとか寒いとかね、えー、パンガントもちょっと行きたいかな、パンガント行ったことないんですよ、寒いもちなみに行ったことなくて、まあ、ちゃんとも久々に行ってもいいかな。ああとはあっちの 遺産の方ね、言いたいと思ってるし、まあ、他にもリペ島とかね、南の方の島なんかも行って、最低2ヶ月ぐらいはちょっと言おうかなと思ってるので、まあタイの動画、まあタイに入国した後ね、まあ、いろんな動画出していきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、自分自身もね、海外行かなくなってから2年以上経ちますけど、まあ、 いろいろとね、考えることは多いですけど、多くの方も同じように考えてると思うんだけどね、いろいろとなかなか会議できなくてね、行きづらい世の中で、国内でさ回りづらいって世の中で大変だったと思うんだけどね、あとちょっとの辛抱だと思っていただければと思います。えー、ということで、えー、今後ね、またタイの動画ということで、またねガンガン出していきますのでね、また、えー、楽しみにしていただければ、ぜひチャンネル登録いただいてない方ね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。